熱火省は満州国にかつて存在した省現在の河北省、遼寧省及び内モンゴル自治区の校舎地域に相当する。1931年9月18日、満州事変が勃発すると、熱火省主席であった湯玉林は関東軍に投降し、満州国産義府副議長兼、熱火省行政長官に任命された。 1933年3月、熱火地方を勢力下に置いた関東軍は、熱火省行政指導交渉を設置し、京棚、海イ林西、林東の4県及び天山、ロキタの2節地局を、公安総書公安西文省に移管し、熱火省は、朝日弁事どころが管轄する朝日、不信、両玄、平泉、大名、篠の北、 レッドパイクベンジどころが管轄する、レッドパイク、県平、全安市、水東、小直轄の小徳、加古場、高鹿、大豊安市、清流で構成されるようになった。1934年5月31日、両ベンジどころが廃止され、12月1日には朝日、及び不審が新設された禁州省に編入された。 1938年1月1日、熱火症及び、近州省内規制が交付され、同日公安日承より、沖縄牛徳左端が熱火症に編入された。満州国崩壊直前の下部行政区画1933年、満州国政府により設置される。1945年8月、満州国の崩壊とともに、自然消滅。突起なき場合、 世界諸国の制度、組織、人事、1840から2000による、ありがとうございます。